はい、どうも、運動指導者三好です。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、足のラインを整える、セルフケアをお伝えしていきます。はい、足のラインの特にすね、このすねの外側ですね。はい、この辺の張り感っていうのが足のラインに大きく影響を、与えてくるので、ここをほぐしていきます。はい、で最初にまず簡単なチェックですね。足揃えて、僕もちょっと外張りやすい、体なので、足がラインがですねちょっと O脚なんですけども、これも改善していくっていう方法を僕も今特訓中です。はい、足揃えて立って膝をですね曲げます。でこの膝を外側にグッと開いたり戻したりで、ね、こう開いたり戻したり、はい、軽く曲げた膝を外側にグッ、この時内くるぶしは離れていって大丈夫です。はい、足の親指はついていきましょうか。はい、この時に膝を開いた時にですね、左右差を感じたりとか、あとはグッと開いた時にこの辺外側ですね、はい、この辺が張ってくる人っていうのが多いと思いますので、ここをほぐしていきましょう。はい、でここの部分が張って、今みたいに膝を開く、膝を開く動きができなくなってくると、スクワットとかトレーニングした時に、スクワットでしゃがもうとした時に膝がこういうふうに内側に入ってきやすいんですよね。外側にグッと開くのが苦手になってくるので、スクワットで、ももばっかり効いてきてしまいますっていう人が多く、いますね。あとはまあヒップヒンジとかの動きでもこういうニーインの動きになってきたりですね、こういうふうに、はい、こういうふうにトレーニングでも、影響が出てくるので、はい、まあ、見た目にかかわらずですね、はい、動きにも影響を大きく、与えてくる部分なので、ということで、膝のねじれ開きのチェックが終わったところで、早速セルフケアに入ります。はい、で場所チェック、場所確認。今椅子にちょっと座って、足ちょっと上げちゃいます、失礼しますね。で膝の外側にこの出っ張った骨があります。ここの部分をよくほぐします。はい、なぜかというと、外くるぶしのあたりから裏を通ってビーってこの骨のところまで筋肉が、腓骨筋っていう筋肉がくっついてて、ここのが張りやすいので、ここのラインをほぐしたい。でついているここですね。ここをよく最初ほぐします。はい、で内側もちょっと一緒にほぐせればいいかなと思うので、足全体のラインを考えて、で両手使ってこの骨のところ、こうグリグリグリと内側外側からこう足をすね挟んでもらって、皮膚をしっかり動かします。はい、摩擦っていう感じではないですね、しっかり皮膚を動かす。はい、でこの皮膚の動きが悪くなると、その下に脂肪があって筋肉が、あるわけなんですけども、それらの動きですねがもう悪くなって固まってきてしまうんですよね。はい、そうやって固まってきてしまうと、やっぱりこう、歪みの原因にもなりますね。しっかりほぐしていきましょう。 OK、 はい、じゃあ反対もやりましょう。僕今椅子に座ってましたけど、床の方がいいんで床でちょっとやります。はいはい、今僕右足やったので、今度左足やりますね。クリ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 っと、そうしっかりほぐしていきますね。まず最初に動きを良くするために皮膚をしっかり動かす。
OK です。そうしましたら今度はこのすねの外側の骨、さっきの筋肉の部分を圧をかけて押していくっていう方法をやります。横座りで、見やすいようにこんな感じで座ります。で、座る時こう膝が内側に当たるような状態になるので、今マットの上でやってますが、マットの上とか、タオルとかを膝の下に敷いていくと痛くなくできると思います。はい、でさっき説明した外くるぶしの、上のあたりを手のひらぷっくりしてるところを使って上から体重をかけてほぐしていきます。上から押すっていう感じですかね。はい、このすねの骨を少し上から押して内側にですね、ぐーっと入れ込む感じです。入れ込む感じといっても動かないんですけどね、そんなに骨は動かない。動いても何ミリとか、何ミリも動かない、1ミリとかですかね。それでもやっぱりこう筋肉の張りっていうのが強く出てきてしまう部分なので、その張りをですね改善していきましょう。はい、で大体このくるぶしからこのすねのさっきほぐしたところまでの半分ぐらいのところをですね、この下側、ここら辺がよく固まりやすいです。よく走ったり、ランニングマラソンやる人だったり、あとはスポーツ捻挫をこうしそうな、スポーツですよね。僕はバスケットやってますけど、バスケット選手なんかはこの辺ガチガチになりますね。よく捻挫をしたりすると、靭帯が伸びてきちゃって、伸びた靭帯って元に戻らないんですけど、それをこう筋肉がこう支えようとしちゃって、筋肉が支えようとすると、ちょっと弱いんですけどね、そこで筋肉頑張りすぎて張ってきちゃう、特に外側ですね。で捻挫する時って内側にこう足首がグリッてこう返るわけですけども、これが多いわけですけど、こうするとこの辺がもう張ってきちゃう、こうしないためにこの辺が頑張ってきちゃうっていうパターンですね。僕はよく捻挫してしまったので、この辺がもうカッチコチで今も押したらちょっと痛いですね。硬い感じがします。靭帯も足首もちょっとゆるゆるになってしまったので、これはもう付き合っていくしかないですね。しょうがないです。はい、 OK。 そしたら次、同じ足で両手使ってこの足をですねぐっと両方から挟んで押します。下から上に向かっていきましょう。ギュッグ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 ッギュッと、圧をしっかりかけて押していくと、はい、これやるだけでも足がすっきりしてきます。はい、特にむくみが強い人はこれやるだけでほっそり、あくまでもこれちょっと一時的なものなので元にはすぐ戻ってきちゃうんですけども、1日の終わりセルフケアとしてはいいかなと思いますね。それむくみ溜め込むのも良くないので、しっかりこう流してあげるっていう、筋肉をこうほぐしていい状態にして戻してあげて行くっていう方法ですね。はい、OK。やってみて左右の足比べてみてどうですかね。今やった方の足少し触った感じすっきりしてくる人も多いんじゃないかなと思いますね。はい、よし。で反対足もですね、横座りみたいな感じ、手のひらでこのすねの外側、上からグッグッ、下からグッグッと上に、押していきましょうか。
手のひらを上から下にですね押す、ちょっと体重かけるような感じで、細くなれ細くなれと思って、あんまり強くやりすぎないようにですかね。はい、思いっきりやって、こうもしかしたらこの骨、腓骨折れちゃうかもしれないですしね。骨弱い人は折れちゃうかも。それ、まあ見たことないけど、はい。で、このセルフケアは日頃こうパーソナルで指導させていただくときも、まあ、女性の場合ですね、こうスクワットとかがうまくで、こうできない、膝がどうしても内側入ってしまうとか、ちょっとねじれ強いとか、ちょっと足のラインすっきりさせたいんですっていう方に向けても、はい、これ やりましょうって実際使っている方法ですね。これやると本当に動きが良くなるのでおすすめです。はい、 OK です。よし、そしたら今度両手使って挟んで、ではさっきやった膝の開く動きもう一回やりましょう。はい、まっすぐ立ちますね。で、足揃えます。はい、立ちます。はい、膝軽く曲げて、これ外側ですね、膝をぐーっと外側で戻して、はい、最初にやったより膝どうですか？開きやすくなってないですか？はい、動きがここも少しやりやすく感じますね、これやると。はい、ぐーって膝を開いていくわけですね。はい、OK、うん、足の裏がこう指がしっかりつく感じとか、まだちょっとこうこの辺はやっぱり硬さはありますけども、最初に比べると全然動かしやすさはありますね。はい、ですね。はい、またこうスクワットとかやる人もいると思うんで、スクワットの効率を高めるために、はい、足回り今の少しほぐしを入れて、それからスクワットをやったりとかですね、足のトレーニングやっていくと、しっかり効かせたいお尻とかに入ってくるんじゃないかなと思いますので、はい、やってみてください。はい、ということで、今日はですね、足のラインをスッキリさせる、このすねのラインですね、はい、この部分ですね、スッキリさせるセルフケアをお伝えしましたので、はい、やってみてください。はい、ということで、今日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。では、またねー。